泣かず飛ばずのお話ですこれは四季に出てままいります春秋時代のその楚王のお話ですけどもこの人はですね即位したあと3年間ですねもう何もせずに家臣の人物を見ていた、まあ、こういうふうな伝説がある方であります。まあ、即位してですね政治をするのかと思ったら遊びほうけていて何もしなかったそこで家臣がですねさりげなく戒めたわけですね。 鳥がいます。この鳥は他にいるんですけども、3年間飛ばずに泣かずにおりますよと。どんな鳥なんでしょうねって。まあ、言いたいことは、僧王様、あなた3年間何もしてませんけどどういうおつもりなんですかということをさりげなく聞いたわけです。僧王も優れた人ですから、3年飛ばずとも良いではないか。ひとたび飛べば天の極みに至る。まあ、そういう業績を残すであろう。そして一度泣けばよう驚かすであろう。 お前の言いたいことを分かっているということで腹に収めたわけですねまあ、そこで一人目の家臣はそうなのかと思って納得していたわけですそして二人目の批判者が出てきて王様あなたの行動はどうなってるんですかというふうに言ってきたところ相応はもうピタリと遊びをやめましたそして遊びをするために取り巻きが勝手にこう寄ってきましたけどもその寄ってきた取り巻きをですね 構築してしまって。見事な政治を行った。まあ、その結果、相応は春秋五は優れた。王様の一人として数えられるように。業績を上げた。というお話であります。まあ、ここから、私たちが学ぶことは何なのかということですけれども。まあ、リーダー。指導者として。力を発揮しようと思った時にですね。やはり有能なスタッフ。 家臣社員こういった人たちが周りにいてもらわないと困るわけですねそしてそういう抜擢した方々が力を発揮してくれるそのための人事力を掌握しておかなきゃいけないそのためには自分が遊びほうけてる時にきちっと還元をしてこのままでは困りますよと言ってくる人なのか。 あるいは遊んでるから一緒になって遊びましょう楽しいですねということでおャラを言ってゴマを吸ってくるような人なのかということをちゃんと見極めなきゃいけない、まあ、そのために双方はなかなか現代社会でですねこんなことをするのは難しいかもしれませんけども鳴かず飛ばずであったとしてもやはり 自分を支えてくれるメンバーたちの動きというものはしっかりと見ておかなければいけないなということが学べるのではないでしょうか。